皆さんこんにちは、ゆとなみやです。今日は12月の獅子座さんの運勢について見ていきたいと思います。12月の獅子座さんの運勢はこんな感じになります。全力で楽しむことができそうです。全てのステージが整っているので全力でも楽しむのみとなってます。ハプニングも起こったりするみたいなんですけど、そのハプニングも楽しめそうだし、あと会いたい人とか、会いたい人がいるなら会いに行ったり、挑戦したいことがあれば挑戦したり、行きたい場所があるなら行きたい場所へ行くことをおすすめします。行動することで運気も上昇するし、良い方向に進んでいきそうです。仕事も楽しんだ先に成功がって出ていて、獅子座さんはもともと仕事もなんか遊びのような感覚で楽しめるところがもともとあるから、それを活かして、それをさらに意識してみれば良いかと思います。で、これからどうしていきたいかっていう意思を固めたり覚悟をすることで、さらに運気は上がっていきます。紙に書き出すだけでもいいので書いてみたりとか、目標設定してみたりとかするのも良いです。で、後半に疲れが出てきます。すごくプライベートも仕事も忙しい時期なんですけど、楽しいからどんどん予定も入れちゃうし、どんどん無理しちゃったりオーバーワークになってしまうところがあるんですけど、後半になってその疲れが出てきます。で、体を休めることも大切にしてください。特に後半の12月20日以降はだいぶ体調に出やすくって、結構高熱が出てしまったりとか、起き上がるのもしんどくなったり、体がだるくなったりしやすいので、意識してみて気をつけてください。で、お金関係なんですけど、どんぶり勘定を改めてくださいと出てまして、なんかお金の今までしてきたこととか、今までのちょっとなんかルーズな面とかが表に出てきやすい時期なので、もしどんぶり勘定している方がいらっしゃったら改めた方が、今ならまだ間に合うみたいな感じでした。なので一度気をつけて見てみてください。で、ラッキーカラーは水色になります。何か選択するときとか、勝負に出るときとかに水色を選ぶと水色が味方になってくれます。運気を高めてくれるのでおすすめです。鑑定結果は以上になります。獅子座さんにとって12月が素敵な1ヶ月になりますように。最後まで見ていただきありがとうございました。またねー。